大地が来てくれました。前撮ったんが3月とか2月とかやけど、何本動画あげましたか？ミユのダンスと歌が一つ一つと、いいやろそれで。ダイエット、誕生日、あともう一個あったけど忘れちゃった。3つあ、ミユの発表、デザイン発表、発表しか上がってないから、あんま久しぶり感ないけど、 YouTube 自体がなんか8ヶ月ぶりぐらいじゃなくても4人が集まるのかな。そうやな、久しぶりやな。うん、久しぶり。元気してた？みんな、みんな元気してたよ。元気です。サラは今ぼちぼち第一声ぼち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 。マリンちゃんは元気です。うん、全員おめでとう。よかったよ。緊張した？緊張した。うん、あのスイッチ入れてた。久々にスイッチ入ってるなと久しぶりに入れてた。そう、皆さんも思われたと思います。1週間2週間ぐらいで一瞬でもう生活変わったよな。もう、まあ、あの YouTube ぐらいでな、うん、もうなんかパンって切り替わったよ、全部な。うん、でそうやな、いろいろな生活も変わったし、もう半年以上するって言うけど全然違和感ないっていうか、まあ、東京半年以上、そんな短い、1年ぐらい、もう1年近い。遊びとかでも行ったりしない？つるんつるん。てか、練習着全部後輩にあげるか。つるんつるんの日さ、学校からそれもさ、大阪行ったら聞いてないよ、聞いてるよ、マリア聞いてるよ。マリア聞いてるよ。などこの練習リンク行っても人にも会う人は人に大地くん元気とか言われるから、社名とか言っていい？ああ、別に全然。なんとか&なんとか M&A みたいな感じ。 M&A が正解。 A が正解。 M&A か。 M&A なんとかって言ったら M&M's が出てくるね、みんな大体。 M のあのお菓子な。そう、お菓子のあのこういうやつ、カラフルなやつよ。あー、結構ビッグやなと言われて、大手やなみたいに言われて、うんって言って、さらにその話をしたいん、さっき言われて、で M&M's っていう会社やってるよなって言ったら、いや、それ、お菓子な、お菓子の工場で働いてるって思われるからって言われて、大半の人が M&M's で大地は働いてるって思ってるから、あのちょっと言えることがあったら訂正した方がいいかもしれない。と、4月から前の YouTube の時ももう就職先は決まってたんですけど、日本 M&A センターっていう、テロップしか間違えずにまだっていう会社で働いてて、もう半年ちょっとか、うん、もう言っても半年ぐらい働いてます。それでまあ、その会社が中小企業のオーナーさんの後継者がいらっしゃらなくて、助ける、ね、そう、助けるっていう、助けるっていうかもしれない。よくするのにな。そう、よくする、会社をよくするためにっていうところ。まあ、お相手を探したりとか、逆にこれからどんどん大きくしていくぞっていう会社さんがそのサポート、サポートしたりとか、そんな感じで。よし、すごいね、そら。で、まあ、そういう会社って、まあ、日本中にあると思うんで、それで結構飛び回ってるって言ったらかっこいい感じですけど、買いつくばって買いつくばってって言ってもなんかあれやけど、でも結構半分以上は一人でオーナーさんとお話しするんですけど、一人で行く時はもちろんその会社の方聞くんですけど、先輩に来てもらう時もあるやん。そういう時に先輩が言うやん、なんかこの本田くんはスケートずっとやってて、フィギュアの本田って言ったら分かりませんかみたいな。社長やからやっぱ70歳とか、うん、高い人って80歳の方もいらっしゃるんやけど、半年間で知ってる率 100% ある。ほんまにあなたたち知られてるんやなと思って、うん、すごいな、それ。もともとやっぱ基本的には若い人がやっぱ応援してくださってることが多い、なんか、うん、スケートも芸能活動も。70代で1回目の面談で先輩がこの子本田君で YouTube とかも出てるんで見てあげてくださいよみたいな、次行ったら YouTube 見たよみたいな、すごい頑張ってるんやねみたいな、すごいちゃんとしてる人間みたいな映ってるけど、ありがとうございますって感じです。この YouTube のおかげです。これも見張るかな。いや、見てもらう、その一人は。じゃあ、太一ちゃんとやって頑張ってます。今結構オンライン撮ってるけどさ、じいちゃんばあちゃんからほんまにズームとか使えない方も多いし、直接お話ししていろいろ動いてるっていう感じです。調べたら出てくるから見ておいて。日本 M&A センター本田太一、承知、承知、頑張ります。あー、で、YouTube を見てくださったそのオーナーとか、まあオーナー以外にその会社の先輩とかもあるけど、ミユのことがやっぱまだ家政婦のみたいなキーちゃんっていう人がやっぱ多い、うん、だからこんな大きくなってるっていうのがびっくりしちゃう。10年経ってるから。10年です。今、社長さん方80歳、70歳の方でもやっぱ60歳とか、その50歳、計算おかしいけど、まあそのぐらいの時に視聴率が 40% やったから、すごいよ。ほんまにいろんな多分方が
カメラを見たっていうのを見てくださって、どんな感じだったん見たの時は。みーはだって東京にいるからさ。その時はまだ結構遠いリンクまで行って親が運転してもらってきたけど、貸し切りがあるのが多分9時45分からやって、うん、放送が10時から22時からで、貸し切り終わったらもうみんな、その時は本田望結、女優の本田望結では全然なくて、望結ちゃんがテレビに出るらしいみたいな、ピノが、ピノが、ピノが、ピノちゃんが出るって言って、ピノが、もう先生らも見てあげようみたいな、45分かちょうどにはまってバッてみんなでもめっちゃ急いで片付けて、みんな帰り道の車で、まあ、お父さんお母さんが運転しながら、子供たちは後ろで三田さんを見ながら帰って、うん、で次日また朝リンク行って感想を言うみたいな。知らんかった。めっちゃおもろかったよな。あれどこが好きやった？海の中に入っていくとこ、ほんまにやばい。なんかもう他人事じゃないって思って見てたさ9歳マリン、9歳10歳マリンが、最後でもまだ小学生やからね。そう、うん、あんだけって仲いいの、うん、周りがさ、どんなんかがさ気にしたことがないから分からんけどさ、うん、マリンたちって絶対めっちゃ仲いいんよ。仲いい、うん、ほら多分な、実は普通じゃないかっていうのまだ唱えてんねんな。みんなこんな仲いいと思う。だからその4人とかで同じスポーツをしててさ、条件が揃ったんちゃうかなってのが1個あると思うね、マジで。ちょっと一ついい？あのさ、例えばさ結婚するやん、子供できるやん、例えばさ太一とかマリンとかにさ子供をさ、みんたちが抱っこするみたいなシチュエーションも今後ありるかもしれない。普通さ、でもさ太一の同年代の人とかも結婚してるやろ。知ってるよ。太一何歳よ？ 23?もうめっちゃいいよ。そうそう、あげるね。そのしよ、23歳なまだ。あ、23や、28ぐらいなまだ。8、誰が一番最初に結婚する？結婚やで、結婚、結婚やで。みんな違う。ただのことない。サラは理想のタイプよ。言っときや。未来のじゃあ旦那さんに向けてさ、サラはこういうタイプやから、こういうなんかこう気をつけろよみたいなこと言うやん。サラは知ってんねん、マリン。サラはあのこういう感じ、距離が。サラは冷めてる人にサラが好きってなる方がいい。絶対。ベッタベタだから向こうが大好き。向こうがサラができたらサラはもう何？っていうのをなんかよく見かける。見かける。見かけられてる。年上の人とかにもそうやね。あ、恋愛じゃなくても、恋愛じゃなくて普通に仲良くなるのがいいやん。仲良くなりすぎるのよ。大地と友達とさ、大地の友達とかさ、男の人やったらすぎる。あ、10! そう、10! 米の話していいかな。で、米どうなんでしょ。俺、米さん、その動画とか見たことある、ね、米ツイッター見たことある。愛知城を見に来てくれたの。会ったことはゲーマー？元の人はゲーマー。違う、スポプラ作った人よ。スポプラ何？スポブラ作っていたって言った今。スポブラ。スポブラ作って。作って。じゃあ世界一になった場合。プロスターの一つのキャラで世界一になった人で、スターとマリンがやってたのよそのゲームを。何プロスターってまず？プロスターってスーパーセルとかクラロワとかの会社のゲーム。20人系のなんか PR みたいになってないでサラの周りの人がそういう世代ない分からんね。学校にも友達はいると思うけど、マリンが見える範囲ではもうビッターンってなんていうの、ずっと感じしてるからそれが好き冷めてんねん。もう冷めてんねん、ほんまに。いや、どんな話してたっけあ、タイチがマザコンって話からどういうこと？俺はマザコなんですけど突然画面変わって幼稚園の時迎えに来てもらうやん、うん、俺がだから4歳とか5歳でマリンが2歳とか3歳でまだスケートもだからしてへんぐらいの時に、母親が来るだけでも、まあ、ママが来るだけでも嬉しかったけど、マリンがついてくる人が当たりで、自分の中ではなんて言った？タイチ？マーちゃん、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 こうへんのっていつも、こうへんの、負けて、マーちゃんこうへんの、言ってて、5歳で幼稚園なりにその考えがあって、マーちゃんが家で、5歳で重くれなんかしんのすけみたいな感じやってる、家でさ眠たい時とかやっぱマーちゃんこうへんからさ、マーちゃんがその昼の時間に元気やったらママがマリンを連れてきてくれると思って、おんぶか抱っこ出してで考えて。やっぱいっぱい寝たら元気になるんかなと思って、前の日の夜に早くマリンを寝かせようとするっていう。まーちゃんはまーちゃん寝てくれって。怒られた。まーちゃん早く寝ろって。4時とかやりにくかった。幼稚園から帰ってきたら、もう明日の準備して、寝てって。いつでも怒られるように、服とかも
ったら絶対寝とされんのこれで見上げたら寝てちゃんと寝て誰やいって一番奥の部屋か覚えてるわ寝室さ床暖房つけてさ布団と畳のさ間で足入れると最高よあ分かる後ろの障子開けたことないよね今開けたことないあーでなんでなんでな台所の話していい、うん、台所でなマリンがトイレ行きたいっていううんち行きたいって言ったらここでしなさいって言われてな面倒くさかったな。何回してもこれおもろい。ああこの話もマリン。会う人会う人にしてるけど。恥ずかしいのマリンだけど。二歳とかやでまだ3歳。自分でトイレはできるけど。ついてきてほしいかってな。でも言ったら面倒くさかったな。ここでしなさい。ここでしたらいい。でマリンもあそっかーって思って。泣き泣き言ってます。何の話？赤バンするかもしれない。うんちも終わったもん。覗くなんか何これ。終わったよ。あ、どうだったそうなんだ知らん、俺はもうやったと、別にワンちゃんできたって怒られたの、パパにお前、それ覚えてへんのいや、その話をこの前、みんなで集まってバーベキューした時にマリンがしたらびっくりしてたんや、2人じゃあしようよだって俺が片付けたもんこの話は優しいな優しいバイバイ